福島橋は、広島県広島市西区福島町一丁目付近に、かつて存在していた橋である。かつて、天馬川の西側にあった福島川にかかっていた橋で、現在の都庁交差点付近に所在していた。江戸時代の西国街道筋、明治時代の国道二号筋の橋であり、東へ道沿いに進めば天馬橋に、西に進めば山手川にかかる恋橋にたどり着いていた。 当時はすぐ南側に、広島電鉄の電車橋、福島町電車専用橋が、北側の小河内町付近には、小河内橋が存在していた。戦後、大田川放水路改修工事に伴い、橋の付近は埋め立てられている。1880年の広島市地図。左から二つ目の川に唯一架かる橋が、福島橋か去年は不明。 山陽道はもともと山側を通っていたが、江戸時代初期である福島正則の反省時代に広島城下に引き込むことになった。つまりこの橋の架橋年度は少なくとも生息が入標した慶長6年3月以降のことになる。もともと福島町は川添村と呼ばれ、その川添川に架かる橋を川添橋と呼ばれていた。 江戸時代において、防犯上の理由に架橋規制が行われており、この橋は、川添川に唯一架けられた橋であった。江戸時代に描かれた、広島城下病部絵には、広島城を中心に西は、天馬川までの範囲を描いている。つまりこの地は、城下町の外に位置していたことになる。当時の絵図としては、明は元年頃、長州藩チリ寿司有りま相田による、 皇帝期に描かれている。西国街道は明治に入ると国道として用いられることになる。明治末期から大正にかけて、川沿いから現在の福島に改章されている。一説には1911年、明治44年改章、あるいは1916年改章とも言われる。また、改章理由は、 旧広島藩主福島生息の三男八助を祀る、少子をこの地で発見されたことにちなむとも言われる。なお、昭和初期の地図でも川沿いが用いられているなど、定まっていなかったものの、少なくとも1930年代の内務省資料では、福島が正式名称として用いられている。1919年、市内全域で起きた洪水の被害により、 落橋している。なお、記地図のように公共にかけ直されたとするものもあるが、1945年被爆時点では、木橋であった。昭和初期頃まで市内で最も長い橋であった。そのため渡るのに時間がかかり、冬場になると、寒さで耳が切れるように痛むことから、別名、耳切り橋とも言われていた。 大田川放水路工事に伴いこの地の埋め立て、つまり廃橋が決定したのは1927年のことである。ただ、太平洋戦争や用地買収に伴い後期は戦後に伸びている。1945年8月6日広島市への原子爆弾投下に際して、落橋は免れたが火災により、木製欄干が消破した。 長い目標に火災が起きていた状況に危険と判断したものが多かったのか渡るものが少なく、下流側の電車橋は大きく傾いていたためここより上流側の豪地橋へ避難路を求めた。ただ、同年9月枕崎台風により、落橋した。その後、大田川放水路整備に伴い取り壊され、この付近の福島川は埋め立てられた。ありがとうございます。